カメラ死んだのはなぜ？ベータ FPV メテオ8号 ELRS サクッとレビュー。なんかよくわかんないんですけど、ベータ8号プロではなくメテオ8号と呼んでほしいみたいですよ。ラベルにもベータ8号プロ2ってあるじゃありませんか。そうなんですよね。でもベータ FPV ショップではメテオ8号で発売されているんです。ま、深く考えずレビューしてまいりましょう。楽天的だな。おい、ジェムファン20204ブレード、バッテリーは 2S300mAh。 1ポンだけなのでもっと飛ばしたい人は予備に買い足しておきましょう。本体 FC に USB ポートはなく、付属のアダプターを経由して PC に接続するタイプ。ここにアダプターを挿すんですね。 2S なので XT30 プラグ。 ELRS アンテナは本体後ろ側に。これで RX ロストはおさらばできそうです。11031万1000kV ブラシレスモーターと、構成はスタンダードなもので交換が持てます。ベータフライトコンフィグレーターを使って設定しましょう。ファームウェアは 4.3.0、 ELRS のバージョン 1.0 なのか 2.0 なのか、これでは分かりませんね。私の TX は 2.2.0 なので、バインドできなかったらファームウェアを上げてみようと思います。やっぱり楽天的だな。おい、 CPU 使用率10台、問題なさげ。音は小さくても D ショットビーコンを入れておくとします。あとは特に変更する要素はなさそうです。保存して再起動しましょうか。何か項目が変更されたときはタブを移動する前に保存をする習慣を。再度接続したらバッテリー項目からチェック再開。と言っても数値いじることはしなくてよさそう。フェールセーフも同様に見るだけですよね。タートルモードとビーパーの AUX が私のとは逆なので、後でモードにて直しておくとします。プリセット、今回もまだ使いどころないですね。 TID チューニング、もちろん最初はデフォルトで参ります。レートプリセットを見ますとアクチュアルが選ばれているんですね。自分に合わなかったらレートプロファイルは変更してみることにして、とりあえずこのまま飛ばしてみます。それでは次、受信機。果たしてすんなりバインドしますでしょうか。しなかったので ELRS 1.0 だったんだと判断し、アップデートを後回しにして他の項目をチェックします。モード、ビーパーとフリップオーバーアフタークラッシュを入れ替えたいんでしたね。ささっと直して保存しておきます。調整やサーボは例によってする。モーター、 DSHOT600 ですね。あとプロペラは逆回転。 OSD 設定、デフォルトでかなり濃い内容となっていますね。いじらずにこのままでいこうと思います。 VTX 設定、後でボタン切り替えできるようにしておくつもりです。 LED ストリップ、デフォルトで。センサー、テザーロギング、ブラックボックスもスルーです。一通り設定できたことにして、 CLI コマンドラインでバックアップ取っておきます。ディフオールと打ち込んでエンター。あとはファイルに保存。保存が済んだら ELRS レシーバーのファームウェアアップデートです。ディフファイルは大抵サポートサイトでも公開されています。バックアップ取らなくてもサイトからダウンロードしてくるのも一興。本体のファームウェアもアップデート必要かと思い調べたらいつの間にか RC4 が出ていましたので、まずはそっちをアップデート。こっちはすんなりアップデート完了。こっちはね。で、つなぎ直すと警告が。取っておいた DIFF を流し込んでみます。 CLI コマンドラインへ行き、ファイルからロードで先ほどの DIFF ファイルを流し込みましょう。流し込み終えた後のセーブをお忘れなく。流し込みを終えたらエキスプレス LRS コンフィグレーター、これで ELRS のファームウェアを上げます。方法については前に動画を上げていますから割愛。今回のレビュー端折りまくりです。受信機のバインドを使ってバインドするのもありです。それではテストフライト行ってまいりましょう。結構満開な公園、風はあまりなく絶好のフライト日和となっています。バッテリーも付属の 2S300mAh の他に、以前から持っていた 2S450mAh も用意していて、飛ばしまくる気満々です。とアームしてみたら4が、どうやら VTX アンテナの先がプロペラに触れていたようです。こういうの見落としがちですよね。それでは気を取り直してリフトオフ。果たしてどんな飛びっぷりでしょうか。やっぱり屋外は 2S こそ至高。気持ちよく飛んでくれます。桜が満開、こういう中ではシネウープ使って撮影もしたいところでしたね。パワーに余裕がありそうですから、頭にインスタ360棒2とか乗せたくなります。でですね、この先に飛んだ悲劇が待っているんですよ。あら、ま、タイトルにもありましたが、まさかのメーデンフライトでそれが起きてしまうんですね。原因が特定できないのですが、憶測で言いますと、どうやら搭載しているカメラキャリックスアントに致命的な欠陥持ちのものがあるみたいなんですよ。欠陥品を引き当てましたか。バッテリー電圧に注目しながら見ていただきたいんですが、電圧が 7.0V 台になるとカメラがブラックアウトします。
用電圧を下回りすぎるとアウトだったのでしょうか。そういうのがわからないもどかしさ。つい先日も別の機体を組んで飛ばしていたら、やっぱり 7.0V でブラックアウトしてキャビックスアントが死んでしまいました。またさらに他の機体では低電圧になってブラックアウトしてもバッテリーを変えたら復帰するものもあります。これは致命的な欠陥ですね。そして当たり外れがあると、回避策や復帰させる方法があれば良いのですが、今のところそういった対策もわからないままなので、カメラを交換してまた飛ばすことにします。痛い出費ですね。 100g 未満なお手軽ドローンですから、改造や改良は惜しみないです。登録料よりも安く済むでしょうから。ジゾマエチャンネルは馬鹿げた航空法に抗議します。欧米では 250g 以上が規制対象、日本がその半分以下でも規制し登録料を取るなんて不利益でしかありません。機体は無事、カメラ交換してまたリベンジしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。